鳥山石炎、百鬼連れ連れ袋より、チリ塚海王チリ塚海王は、鳥山石炎の妖怪画集、百鬼連れ連れ袋にある日本の妖怪。百鬼連れ連れ袋には、カラビツをこじ開ける姿で描かれている。室町時代から江戸時代にかけて描かれている、百鬼役を絵巻にも同じくカラビツをこじ開ける、姿の赤い鬼の構図があり、それが参考になっていると考えられる。 つれずれ草第72段にある、多くて、見苦しからぬは、フグルマの分、チリズカのゴミという文があり、百期つれずれ袋には、百鬼や行絵巻や、つれずれ草からの引用が多く見て取れることから、このチリずカ海洋もそれらをもとに、石炎が創作したものと言われる。また前日の、フグルマの分の箇所からは、フグルマあやかし日が創作されている。石は、は、 地り積もりてなれる、山卯島の長なるべしとと書いており山卯などの王であるとしているが、ゴミと山卯については、脳の山卯の、猛衆の雲のゴミ積もって山卯となれるという支障を引いた表現であり、山卯とチリ塚海王自体との関連が見られる伝承や物語なども確認されておらず、明確な立ち位置はよくわかっていない。美文という画家が、 明治初期頃に描いたとみられる、百吉釣れ釣袋と題された肉筆の画像にも、鳥山石燕の地理塚海王を模写したとみられる絵が描かれている。また、作者不詳の妖怪絵巻にも、同様に石燕からの模写と考えられる作例として、海奇という名で絵が描かれている。平成以降の妖怪に関する書籍などでは、ゴミの不送信たちの王であると解釈されている例が見られる。 これは、王という名称からの想像によるものである。ありがとうございます。